クスクスカは、相前場面に分類されるとが、インドネシア、オーストラリア、ニューギニアクロフクスクスで体長 70cm、お腹 50cm、体重 5kg。クロクスクスで体長 34cm、お腹 30cm と抗議の有体類では、比較的大型種で形成される。胴体は、体毛で密に覆われる。尾には、体毛で覆われないラシツがある。 全死の指に脇に登るのに適した針状の爪が生える。孔子第一震には爪がなく他の指と対抗させることができ枝をつかむのに適している。盲腸は植物の葉を消化するため長い。育児脳は前方に開口する。以下の分類、英名は MSW3、俗和名は川道、小野、小原に従う。タウリン、ソリン、ユーカリ林などに生息する。 主に木の絵性だが、セスジクスクスは、半地表生。群れは形成せず単独で生活する。終戦や糞尿による匂いをつけたり、他の個体と遭遇した時は泣き声を上げたり時には、争うことで自分の存在を知らせたり巣穴を防衛する。主にこの葉を食べるが、果実、樹皮、卵、無脊椎動物なども食べる。森林伐採による生息地の破壊。 食用の狩猟などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。